正直将棋。それは互いに際どい質問を打ち込み、高性能の嘘発見器によって相手の嘘を暴く恐怖の心理ゲームである。先手、年上メンバーにも決してひるまない負けず嫌いの中学生、松井樹里奈。後手、辛い食べ物も辛口な質問も全く平気、名古屋のお嬢様系アイドル、松井玲奈。解説委員は篠田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。樹里奈は前回篠田さんに、そうですね、勝ったな。はい、うん、結構強いんですよね。今回 SKE 対決ですから、レイナの弱点とか知っとんやん。もうめちゃめちゃそれは知ってますよね。まあ篠田さんよりかは知っとんよね。そうですね、うん、怖いんですよ。悪者知らずですからね。それでは両者が考えてきた質問をご覧いただこう。1番と5番が気になるんですよね。はいはい、まあ5番は鉄板だとして、そうそう、鉄板ですね。鉄板ですね。1番とかね、あ、気になるんじゃないですか。これちょっと亀裂ありますよね。そんな亀裂とか生ませないで。レナから純也への質問。4番は本当なのかなって思いますね。4番が本当なら、私されたことないですからね。あ、さあそれでは行きましょう。先手、樹里奈から参りましょう。はい、どうしよう。あ、でももうだいぶ流れは作ってあるので。おー、はい、すごいな、作るんか。決まってる。さあ、はい、いきなり2番ですね。2番結構厳しいですね、これ。これいきなり、そうなんですよ、結構厳しいんですよ。どんだけ過酷なんですか、この企画。ね、今日のメンバーの中で自分が一番清楚キャラだと思う。いいえ。そう、ホリを、うん、清楚だと思う。押しますね。おっとおっと、超えた、一本超えました。早いぞこれは。押しますね。これやっぱ自信あったな。そうですね、ステージの雰囲気とか見ると清楚なお嬢様高校生みたいな、そういうイメージがあるので、やっぱりこれは自分でも思ってるんじゃないかなと思って。でもやっぱこう、そう、メンバーとかこうファンの方とかからなんか清楚だねって言われるんで、清楚でいなきゃみたいな。あ、逆にちゃんとしっかりしてなきゃいけないな。でもまあ今日のこの質問は、今日のメンバーの中で自分が一番強い。今日のメンバーこんだけいますから。一応だって清楚キャラなんているわけでしょ。すごい、やっぱそうな。渡辺なんて、はい、ジャンルで言ったら清楚ジャンルですよ、あなた。自分で思って、どうなんですかね。自分で思ってどうなんですかね。厳しいの。厳しいですよ。後手、はい、松井玲奈。はい、名古屋を本拠地とする SKE48 としてこの一手、はい、さあ7番です。まあ、うちらとしては嬉しいですけどね。あ、そうやね、 AKB からしたら嬉しい。なんとなく分かったよ、なんか。正直、名古屋より東京の方が大好きだ。いいえ。グイッといけ、グイッと。すごいな。すごいですね、耐えました、一本ならず。こいつ強い。私はやっぱり両方好きだし、なんか東京はすごい名古屋より栄えてていいなと思うんですけど、やっぱり地元はやっぱ捨てれないですよね。見て、この誰も傷つかんコメント。誰も傷つかんコメント中1がするかね。それを書いたのにはでも裏があるんですよ。おお、どうやれな。おお、なんや。以前ちょっとメンバーがジュリナと別のお仕事をずっと名古屋でしてた時に、みんな疲れてたところにジュリナが帰ってきたんです、東京から。ごめん、今日はジュリナを甘えさせてあげれないよみたいなこと言って、ちょっとごめんねって言ったら、ジュリナがすごく拗ねて、もういい、もう私 AKB さんの方が大好きって言って。かわいい。だからやっぱそういうことがあると AKB さんとか東京の方がいいのかなと思って。なるほど。でもそうじゃないと。何このほっこりするエピソード。全然つまんない。大丈夫、もっと揉めろ揉めろ、お前ら。揉めろ、バカたれ、お前。続いて先手、ジュリナ行こう。続いて MC でよく滑る高橋みなみに関するこの一手。うわっ、もう来ましたね。これさっき言ってたジョーカーのやつですか。ジョーカー来ましたね、いきなり来ましたね。SKE48 の MC をやっているとつくづく高橋みなみが SKE でなくてよかったと思う。いいえ。ちょっとありました。変えた、一本超えました。私、高橋さんは
やっぱ MC 上手だと思いますし、やっぱ尊敬できるところは。はい、そんなこと言ってないからね。ねえ先生ねえ、嘘をつく確率は 99.9% です。だからね。リーチですよ。早い。早いですよ。あれですね、すぐ勝負終わっちゃうとつまんないからちょっと、ね、そうだね、遊ばせて。はい、そうです。うわー、いたぶる感じですよ、もうスーパー中学生ですよ。続いて後手レナ。ちょっとやられっぱなしなので。そうよ、えぐい質問を。お3番。あ、まあ言ってましたね、でもねって言ってたけど、どうなんかっていう、うん、事実を知りたいっていう感じです。はい、わかりました。小2までおねしょをしていたことを覚えていないと言ったが、実は鮮明に覚えている。おぉ、ちょっと力強なってよ。いいね。ちょっと増えてるよ、ジーナ。だんだん強くなってる。おねしょをしたことを覚えている。おこんなレナ見たことないですよ。一本超えました。じゃあちょっといいですか。覚えとったな、こいつ。本当に覚えてはないんですけど、うん、お母さんに聞いたんですよ、帰って、うん、私小2までおねしょしてたみたいな、うん、本当だからみたいなこと言われて、うん、それでちょっと落ち込んでたんですよ、うん、それが今頭によぎって、うん、でも実際覚えてないの。本当に小2までっていうのは覚えてないです。でもなんか、うん、みんなに聞いたら普通って言われました。小 2？ はい、小2のおねしょするかな。いやいや、そうと思うよ。先生、小2は恥ずかしいですよね。恥ずかしいです。恥ずかしいです。飛ばすな、お前。三十個ぐらい上やぞ、お前。お前の三十個上や、お前多分。続いて先手、ジュリナ。遊びます。遊ぶの。三番。おお。どうなんですかね。ゆくゆくはって感じはしますけどね。ぶっちゃけ SKE48 初のソロデビューを狙っている。いいえ。ハリーがピクリと思いませんね。強っ。耐えました、耐えました。一本ならずですね。おお、いい勝負ですね。これやっぱ、同じ SKE としてやっぱ気になるんですね。あの、うん、今、うん、SKE48 のサード公演でレナちゃんが一人ソロやってるんですけど、あ、そうなんや。なんかそっちの方が生き生きしてるんですよね、みんなが。それだし、レナちゃんって一人の方が好きってよく言うんですよ。証拠揃ってますよ。証拠揃ってますよ。でも、あのやっぱ、うん、ソロの曲をやらせていただくときは、うん、ステージの上に一人じゃないですか。そこにいるお客さんを帰ってもらっちゃ困るじゃないですか。うん、それだけのこうエネルギーを出さなきゃいけないがゆえの、生き生き。でも、生き生きする曲じゃないんですよ。なんか、みんなとちょっと違う。寂しいんだよね。そうそうなんです、ね、ちょっとショック、私はどうすればいいんですか。もうちょっと私の相手もしてよみたいな。そうだそうだ、ジリアのことももっと構うように。うん。何やこの二人、結局ほっこりするんだよな。じゃあ続いて後手レナ。追い込まれた松井レナのこの一手。4番。はい、これ篠田さん気になりますね。私はされたことないんで。なるほど、うん、じゃあ大丈夫かな。可愛いメンバーを見るとキスをしたくてしょうがなくなる。いいえ。メンバーを見るとキスがしたくなる。一本一本。何ですか。可愛いメンバーを見たことキスしたくなる。可愛いじゃん。可愛いのもありますけど、かっこいいのもそうですね。AKB の中で誰かされたことあるの？え、この下ろされた？下ろされた？ちょっとされた？はい、ね、違うんですよ、なんか小野さんもそういうの好きなんですよ。一緒のホテルに泊まったんです、はい、あ、お仕事でですよ、うん、いや、分かってるわ分かってるわ。一緒に泊まった時に、そういう雰囲気になって、そう、そう、もうそういう雰囲気になっててね。そういうの、なにコミュニケーションでしょ、コミュニケーション、はい、そうです、コミュニケーションでしょ、はい、ホテルの部屋で二人中でそんなコミュニケーション取れる、二人中って取れます。いや、でもさやかはそういう雰囲気にならないか、絶対。そうか、うん。こ
怖いやつが出たよ。すごいなこの勝負。お互い大手大手ですね。いい対決ですよ。で先手ジュリナ行こう。はい。とどめを刺そうかなと思う。これはレナちゃんの裏が見えるぞって。何？俺もちょっと。何番ですか？7番。来ました7番ですね。嬉しいぞ。ねえ、さあそれではお願いします。ぶっちゃけ泣けば何でも許してもらえると思っている。いいえ。早い。もう一押しじゃないのこれ。泣けば許してもらえる。なんですよ。でよく泣くんですよ。先日あの公園で自分がその日起きたちょっと悲しいことを話して泣いてしまって迷惑をかけたというそういう節があったので、それでただドキッとしただけであって。いやでもこれは放送上泣いて許してもらったことが。いいよいいよ。仲が悪くなっちゃうと思うんですけど。いいね。耳塞いでもらいたい。耳塞いで聞こえん感じでやって。耳塞いで。ちっちゃい声で言いますね。なんかあの、スタッフさんに私が何かをしてほしかったです。なんか、そしたら泣けばいいんじゃないみたいなこと言われて。怖い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 。怒らないから教えて。聞きたい。私からですか。なんか、私がスタッフさんに何かをしてほしくて、何とかしてほしいなって言ったら、泣けばしてくれるんじゃないみたいな。泣けばしてくれるんじゃないってあなた言いましたよね。記憶にないです。マリは嘘つかない。若いって恐ろしいな。確かに若いっていうのは怖いもの知らずですからね。松井純也の勝利。美しき色彩に満ちた地